いよいよ始まります。第一レース、いい結果をつかみチームとして勢いに乗りたいところ見ました。今スタートが切られました。各馬娘で綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。向こう正面中間に入っていく。最高の立ち上がりを見せたのはアイネス風神。アイネス風神、軽やかな走りをしていますね。アイネス風神、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはアイネス風神。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番小橋に離れてゴールドシップ、その子と並んで12番内9番。まもなく第4コーナーカーブ、前から大きく開きました。縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。先頭は相変わらずアイネス風神、続いて6番3番手12番。それを見るようにゴールドシップ、その後9番。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。一馬身離れてマヤノトップガン、外を通りまして4番後から桜ローレル、5番続いているおよそ5馬身開いてミスター CB、 後方2番手に11番ウイニングチケット、現在しんがりだアイネス風神。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。アイネス風神、彼女の脚質には合っていますね。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、順位を振り返っていきます。先頭アイネス風神、レースはよどみなく進んでいます。先頭から大きく離されて2番手は6番3番手に12番、内をついてゴールドシップ、外から9番、そして桜ローレル、そのうち並んでマヤノトップガン、そして4番、さらに5番、そしてその外から行ったのはミスターシリー、サトシンサー11番。2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みますアイネス風神。先頭は依然アイネス風神、2馬身リード。続きました6番3番手には桜ローレル、4番手には9番、12番、並んできた内からゴールドシップ、2馬身3馬身開いてマヤノトップガン、その外並んでミスター CB、 残り 1000m を通過。1馬身離れて4番、その外並んで5番ミスター CB、 徐々に進出。先頭は変わらずアイネス風神、2番手に外から桜ローレル、さらにその外からはミスター CB、 4番手6番第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。じりじり詰める桜ローレル、さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。アイネス風神、花を進む、残り400、最終コーナーを回って最初に駆け抜けてきたのは桜ローレル、2番手争いはミスター CB、 アイネス風神、残り200、ミスター CB、 食い下がる桜ローレル、足色は衰えない。先頭は依然桜ローレル、お見事桜ローレル、100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。桜ローレル、名だたる馬娘たちの中で主人公の座は誰にも譲りませんでした。2着にはミスター CB、 3着に入ったのはアイネス風神。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。向こう正面中間に入っていく。期待通りの結果を出せるか。1番人気桜ローレル、アイネス風神、快調に飛ばしていきます。先頭はアイネス風神、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは6番サンバシンサ、4番、その後ろスーパーフリーク、5番手にはエルポンドルパーサー、その後ろに8番第4コーナーカーブ、前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。アイネス風神まだリードをキープしています。現在1番手は6番、ここで先頭が入れ替わった。4番3番手2馬身3馬身開いてスーパークリーク、1個目のホームストレッチです。5番手エルコンドルパーサー、2馬身離れて8番、1馬身差11番、そしてその内から行ったのは桜ローレル、1馬身差12番ミスター CB、 内から行く。後方2番手に9番最高峰スペシャルウィーク桜ローレル、果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。1コーナーから2コーナーへ向かう。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずアイネス風神、続いて6番サンバシンサ、4番、1馬身離れてスーパークリーク、エルコンドルパッサー、5番手その後11番、少し後ろから8番、それを見るように桜ローレル、内から内からミスター CB、 1馬身離れて12番、あとは9番、ポツンと1人、スペシャルウィーク。2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。アイネス風神、先頭は依然アイネス風神、2馬身リード。続きました6番、2馬身離れてスーパークリーク、4番手桜ローレル、少し離れて4番エルコンドルパッサー、並んでくる2馬身差ミスター CB、 2馬身3馬身開いて11番、残り 1000m を通過。その後8番、その後ろから12番、さあここで目覚めるかミスター CB、 このまま一気に差しに行くのか。
依然先頭はアイネス封じ、先頭から大きく離されて2番手はサクラローレ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ミスター CB どこで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのはサクラローレです。残り400、最終コーナー、最初に立ち上がったのはミスター CB。 ミスター CB 突っ込んでくる。前は谷がしのぎを削る。残り200、サクラローレ追いすがるミスター CB。 わずかに先頭ミスター CB、 足色は衰えない。ミスター CB 今ゴールイン。第2レースを制しました。ミスター CB の完勝でした。2着はサクラローレル、3着はアイネス風神。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。向こう上面中間に入ってゆく。期待通りの結果を出せるか。1番人気サクラローレ、アイネス風神快調に飛ばしてゆきます。さあ花に立ったのはアイネス風神。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは北三ブラック。3馬身離れて7番外で12番内を回って6番。第4コーナーカーブ、先頭から後方まで縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭アイネス風神、レースはよどみなく進んでいます。続いて北三ブラック、その後ろから7番4番手12番、その後3、4馬身開いて6番。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。3馬身離れてエアブルー、2馬身差エルコンドルパーカー、5番並びかけてきた。外を回ってサクラローレ、あとはミスターシーリー。後方2番手に4番、最後方ポツンと1人11番サクラローレル。果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、順位を振り返っていきます。現在1番手は北三ブラック、続きましたアイネス風神、7番3番手、その後ろに12番、そしてその後ろから行くのは6番4馬身差エアブルー、少し離れてサクラローレ、2馬身3馬身開いて5番2馬身差エルコンドルパーサー、4番並びかけてきた。2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。北三ブラック、先頭は変わらず北三ブラック。1馬身離れてアイネス風神、3番手には7番サクラローレル、並びかけてきた。5番手には6番内をついて12番、3馬身離れてエアブルー、2馬身3馬身開いて5番、そして4番。残り 1000m を通過、そして外目をつきましてはミスター CB。 1馬身差エルコンドルターサー、最後方11番、意気揚々と先頭を行きますアイネス風神。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。じりじり詰めるサクラローレル。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。栄光まで200、最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはサクラローレル。サクラローレル負けられない、負けられないぞ。残り200、足色は衰えない。サクラローレルリードは4馬身、先頭は依然サクラローレル。強すぎる、大楽勝だ。サクラローレル今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。第3レースを1着でゴールしたのはサクラローレル、素晴らしい走りを見せてくれました。2着はアイネス風神、3着はミスターシービースタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。向こう上面中間に入ってゆく。さあ後続を離して先頭に立てるのはアイネス風神。アイネス風神軽やかな走りをしていますね。アイネス風神快調に飛ばしてゆきます。先頭はアイネス風神、単身で飛ばしてゆきます。2番手の位置で先頭を伺うのは6番、大きく離れて12番、そしてそのうち名将同等サクラローレル、ここにいます。まもなく第4コーナーカーブ、前から大きく開きました。間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。現在1番手はアイネス風神、続きました6番サクラローレル、落ち着かない様子。先頭は依然アイネス風神、3馬身リード。先頭から大きく離されて2番手は6番。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。大きく離れて12番4番手名将同等、少し後ろから4番1馬身差サクラローレル、少し後ろからグラスワンダー、1馬身差ミスターシービー、5番並んでくる。それを見るように8番、後方2番手に10番マンカッタンカーフェ、最後方からという体勢であります。1コーナーから2コーナーへ向かう。順位を振り返っていきます。依然先頭はアイネス風神、続いて6番、3番手には12番、さらに名将同等、さらに外4番内サクラローレ、2馬身3馬身開いてグラスワンダー、
外からミスター CB、 内には8番、さらには5番、外から10番、マンハッタンカーフェ、最後方からのレースになりました。2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。アイネス風神、先頭は相変わらずアイネス風神、1馬身離れて6番、外にはサクラローレル、2馬身離れて12番、1馬身差名勝同等、1馬身離れて4番、外から外からミスターシーリー、内を回ってグラフワンダー、残り 1000m を通過、ミスターシーリー伸びてくるか、アイネス風神まだリードをキープしています。2番手に外からサクラローレル、さらにミスターシーリー、内6番、1馬身差12番、後から名勝同等。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。ミスターシーリー、ここで抜け出した。この直線で勝負が決まるぞ。アイネス風神前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。栄光まで400、最終コーナー、先陣を切ったのはミスターシーリー。ミスターシーリーリードは1馬身、抜け出したのはミスターシーリー、だが後続も追いすがる。200を通過、ミスターシーリー足色は衰えない。食い下がるサクラローレル、お見事ミスターシーリー、着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。1着をつかみ取ったのはミスターシーリー、第4レースでの1着を見事チームへ届けました。2着はサクラローレル、3着はアイネス風神。さあゲートが開いた、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。向こう上面中間に入っていく。さあ後続を離して先頭に立てるのはアイネス風神。アイネス風神軽やかな走りをしていますね。アイネス風神快調に飛ばしていきます。先頭はアイネス風神、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは9番、3番手に11番、2馬身3馬身開いて成田ブライアン。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭から後方まで縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭は依然アイネス風神、2馬身リード、続いて11番、そしてその後方には9番、そして成田ブライアン。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。5番、続いているサクラローレル、この位置につけています。その内並んで8番、2馬身3馬身開いてミスターシーリー、外にはグラフワンダー、それを見るように6番、後方2番手にナイスネイチャー、ポツンと1人、4番、アイネス風神先頭を進みますが、これは正解でしょうか。アイネス風神、彼女の客室には合っていますね。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。先頭アイネス風神、レースはよどみなく進んでいます。続きました11番、さらには9番、およそ5馬身開いて5番、成田ブライアン、続いている、さらにサクラローレル、8番、続いている、2馬身離れてミスターシーリー、1馬身離れてナイスネイチャー、少し後ろからグラフワンダー。2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。アイネス風神、アイネス風神まだリードをキープしています。2馬身3馬身開いて11番、1馬身差9番、サクラローレルここにいます。内の方から成田ブライアン、5番、並びかけてきた、2馬身3馬身開いて8番、その後ミスターシーリー、残り 1000m を通過、1馬身差グラフワンダー、そしてその内から行ったのはナイスネイチャー。ミスターシーリー、すごい足で上がってきた。先頭は相変わらずアイネス風神、先頭から大きく離されて2番手はサクラローレ、3馬身差ミスターシーリー。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか。さあここから先頭を伺うのはサクラローレで、アイネス風神花を進む、残り400、最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはサクラローレ、抜け出したのはサクラローレル、だが後続も追いすがる。残り200、サクラローレルリードは1馬身、ミスター CB 追いすがるサクラローレル、足色は衰えない。お見事サクラローレル、着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。第5レースを制しました、サクラローレルの完勝でした。2着ミスター CB、 3着に入ったのはアイネス風神。